福島備道2011年3月1日は昭和から平成にかけての臨済州の前奏。属性は福島。法意見名は元寺市。道号は喜び道。失号は皿有県。官庁としての失号は無和大室。兵庫県神戸市中央区の出身。臨済州東福寺派。官庁1933年。 現在の兵庫県神戸市に生まれる。1944年、小学6年生の時に空襲を避け、神戸市内から集団学道疎開で岡山県総社市にある東福寺派の宝福寺へ行き、そこで福島経堂は最初の師匠である岡田博道に会う。その後神戸市に戻り、焼け野原になっていた神戸で親代わりをしていてくれた祖母と一緒に暮らす。祖母は、 昔の女学校を出た人であって、厳格で教育熱心であった。敗戦も間近い1945年6月5日の大空襲で、成果は消失する。3歳年上の姉は病気の体で無理をして、空襲から逃げたのがたたり病死した。喜び道はその時12歳で、旧正中学に上がったばかりであったが、戦災で休校となり、疎開した、広志道のいる。 報復時にいたので、その姉の死に目に会えなかった。姉の死からわずか1年後、1946年4月3日には祖母を亡くした。当時流行していた発信地スに祖母と喜び道が同時に感染し、二つ並んだ布団で医者の診察を受けている時に祖母が急に亡くなってしまったのである。中学の漢文で習った。 一子出家すれば旧俗天に生ずという一句を思い起こし、喜び道は自分が出家して二人の礼を弔おうと決心する。聖火の終始は新言宗であったが、報復寺の広志道に出家に関して相談した。1947年14歳で広志道について特度。広志道の意味名は元通るといい、その一字を取って元寺氏と名付けられた。 その後高校を卒業するまでは、報復時で、広志道老子のもと厳しい小僧生活をした。1952年には、南禅寺派館長の芝山前景の勧めで、京都にある大谷大学に入学した。1956年、大谷大学仏教学科を卒業し大学院へ進んだ。喜び堂は、修士課程の2年間、臨在録と取り組んだ結論として、 臨在録は修行しないと読めないと認識し、その後博士課程も終了した。1961年28歳で、ようやく南禅騒動にか足して、全京に参じる。その後1974年、全京宣言の後は、全京の奉仕である、山口剣道春寺、高山康氏岩尾に参戦し、司法する。1980年東北総動史下に就任。 そして1991年4月より、臨済州東福寺保管庁にも就任する。1980年東福総同士課に就任。その後は、日本国内だけでなく、米国はじめ欧米での布教活動も本格化させた、数少ない臨済州の老子の一人である。2009年に、総同士課を退任しクリトゲアンに移る。晩年は長く、難病であるパーキンソン病を患ったが、 補助を得ながら懸命に指導と布教を続けた。そして2011年3月1日た系統、異縮症のため宣言。横戸吹七十79。師匠の前景老子の前案ギャに3ヶ月同行して、1969年に初めて渡米。1973年には、自ら恩師、前景老子の命令で、アメリカカリフォルニア州、クレアモント大学へ1年間にわたって、 全の指導に赴く。さらには1989年からは、毎年2ヶ月半ほど、全米25の大学などを回って、全の布教活動を行った。さらに、喜び道が40歳の時、1983年より、東北騒動は、クレアモントのポモナ大学と特別提携して、体験的な修行をしたいという学生を騒動に、受け入れていた。これは、 鈴木大説の要請を引き継ぎ米国不況に尽力した師匠である前傾のアメリカの善についての理想達成のため弟子の一人としてその意思を継承したものである。参照をアメリカの布教活動に行くこととなった恩師、前景老師とのやり取りに関しては、ウィキペディアの芝山前傾の柴山前傾とアメリカそして鈴木大説の功を参照されたい。 喜び道は1995年5月から2003年1月までの足掛け8年間、常習録の提唱をした。日本の臨済州専門道場では、壁元録、臨済録、無門石は何度も、老子による提唱がなされるが、常習録はなぜかあまりされない。喜び道の奉仕である。 臨済州東福寺博安庁の原田徹堂は、上州六帝章の後書きで次のように述べている。その、上州和尚の五六、上州六の提唱は、老子が生前どうしても書物にしたいと希望されていました。表現力豊かな言葉を特に好んでおられました。ありがとうございます。